お酒のブランドであるヘネシーのマスコットであるセントバーナードの置物です。ヘネシーはお酒の名前で、ブドウ原料に作られるブランデーのうちの一つです。世界中にあるブランデーの中でも最も有名と言われるほどの知名度があります。ブランデーの中でもとりわけ高級品であり、高級ギフトやパーティーシーン、クラブシーンなどで選ばれることの多い銘柄です。セントバーナードは雪山で遭難者を助けるために活躍する救助犬です。昔からセントバーナードの首には着付け薬としてブランデーが入った樽が付けられました。そのブランデーがヘネシーのものだったのではないかとも言われています。ヘネシーを作っているヘネシー社はアイルランド人のリチャード・ヘネシーによって1765年に創業しました。誕生から250年以上の歴史がある老舗です。ヘネシーは日本への輸出も古くから行われていて、日本国内でも知名度ナンバーワンのブランデーとなっています。ヘネシーはフランス西部コニャック地方で作られているブランデーです。そしてラインナップのすべてがフランス AOC の基準を満たしているコニャックという種類のブランデーです。コニャックの厳しい品質をクリアしているため、展開されているボトルのすべてがハイクオリティで安定した酒質を誇ります。特にヘネシーは数あるコニャックの中でも有名です。五大コニャックとも呼ばれており、最高級品質のコニャックとしての地位を築いています。コニャックブランデーの中では市場の4割以上のシェアを占めています。ブランデーの歴史も遡ってみます。最初の文献に登場するのが13世紀で、本格的な産業に発展したのは17世紀半ばです。始まりについては様々な説がありますが、文献に13世紀スペイン人の錬金術師で医者であるアルノード・ビルヌーブがワインを蒸留し着付け薬として緊張していたと記されています。その後この液体は命の水、オードビーと呼ばれ広まっていきます。本格的な産業へと発展するのは17世紀半ばです。16から17世紀ヨーロッパは寒波と戦争の影響でワインの品質が落ちました。オランダ人が輸入していたフランスコニャック地方のワインも長い輸送に耐えられず酸っぱくなってしまったため、蒸留して輸送することにしました。これが意外にも美味しいと評判になり、ブランデワイン、焼いたワイン、ブランデーとして普及したのです。またフランスでは税制改定でアルコール度数に関係なく量に対して酒税がかけられることになり、少量化で税が安く輸送も便利ということで、ワインの蒸留に一層拍車がかかりました。特にブランデーに適したワインが取れるコニャック地方は、こうしてブランデーの名城地として有名になったと言われています。Thank you.